皆さんこんにちは、楽勝亭の林家たい平です。もうなんかいつもたくさんの方聞いていただいてありがとうございます。ポッドキャストって知ってる？あ、なんでしょうそれ。あんたさ、なんかこういう格好してた経済評論家、軍事アナリストみたいな軍事アナリストなんですかそれは、軍事アナリストいや、なんかさ、こんな入れたちがそうですか、うん、やっぱり賞に合うんですから、まあある程度は、ネクタイまでは締めなくていいからある程度はある程度ってどういう程度なんだよ。ある程度ですよ。ある程度なんだよね。そこそこ、まあそこそこね、まあ嬉しいですよ、こういうところ気使ってね、オレンジの T シャツの中に着てするとかね、この先輩に敬意をちゃんと払ってるわけですよ。去年も赤着てもう怒られましたもう赤い T シャツ着て、お前また着替えたら赤い着物着てな、もう座布団の人がもう近くにいるみたいで、もうイラ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 してたよずっと。そうなんですよ。そうなんだよね。でこのポッドキャストって、はい、ポッドキャストって聞いたことある？ポッドキャストですね。正直ないです。そうなんだ、俺もなかったんだけど、これがものすごいよ、はい、今本当にたくさんの方が聞いてくれてて、はい、このポッドキャストっていうところを、はい、こうなんかこう押したら、はい、出てきたらいきなりビートルズね、ズートルビじゃないんだよ。ズートルちょっと前なんかもうズートルビ、ビートルズが出てきちゃって、おいビートルズの並びだよ。え、下の方にずっとなんていうの、こうズロースっていうの、こう下の方にこうズロースしてくると、ズロースじゃないよそれは。ズロースしてズロースでルグロー何ですかそれ。それをするとスルーじゃなくて、なんかおしゃべりなんかおしゃべり男みたいなこういうコーナーがあって、はいはい、そのミュージシャンとはまた違うんだよ、はいはい、俺、はいはい、おしゃべり男コーナーみたいな、はいはいはい、なんかずっとしゃべってるやつらのコーナーの中で、はいはいはい、もう時々こういう風になんか違う、なんかFM とかの後、今度俺がこの大きな画面のところで林家たい平楽勝亭とかこう見てくるっていうことは、どうやらなんか皆さんたくさん聞いてくださってるっていうことらしいんだよね。ありがたいですね。ありがたいよ。ぜひ、三遊亭アローと申します。アローです。よろしくお願いします。ね、短く君、なんか自分のセールスポイント。はい。歌って踊れて落語までできちゃう、三遊亭アローです。落語が一番じゃないの？あ、そうですね。落語まででいいのか。まあ、もともとミュージカル俳優だと思うんですけど、ね。そうなんですね。もともとミュージカル俳優、そしてその前はボクサー、そしてなんとその間に。まあ言わなくて、まあ言わなくて。それは言わなくて、それはもう、ね、聞いていただけば。これはぜひ聞いていただくとですね、はい、彼の秘密、そして過去が全て明らかになります。ぜひ皆さん、DVD ドラ落語をよろしく。そっちですよ。どっちなんだって突っ込んでるんですよ。ということで、ポッドキャストこれからもよろしくお願いします。うまいんだ、俺。知ってる商店出てる。さすがですね。